まさにですね、チャンスをもらった選手が生かすも殺すも自分次第。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきたいと思います。本日の名言はですね、野村克也さんの名言で、チャンスをもらった選手が責任感や使命感を持って初めて主力と認められる。そして主力選手としての自覚が一流選手へとステップアップするエネルギーになるということでですね、野村克也さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。野村克也さんは、京都府竹野郡阿美野町、現在のですね、京丹後市の出身のプロ野球選手、コーチ、監督、野球解説者、野球評論家の方でしたということでですね、もう野村さんが亡くなって1年だったかな、過ぎましたけれども、早いものですね。でですね、チャンスをもらった選手が責任感や使命感を持って初めて主力と認められるってことなんですけれども、まさにですね、チャンスをもらった選手が生かすも殺すも自分次第だと思います。ということはですね、チャンスをもらうまでは大変ですよね。それまでチャンスを待っている状態です。その間もチャンスが来たらどうするっていうことを考えながら行動することが大切だと思っております。生かすも殺すも自分次第。そうですよね。だからこそ、その選手が主力になった時に、本当に一流選手へのステップアップ、自覚がその時にあるかどうかだと思います。ない時代にどう過ごすか、ない時代にどうやってチャンスをつかみに行くか、チャンスをうまくつかんで、そして一流選手になる、その心構えがとても大切だということだと思っております。私もまだまだ、チャンスを伺いながら、いつもバットを振っております。打席に立つこと、必ず打席に立つこと、これを心がけております。まだまだ、人気もありませんし、夢でもありません。一個人ですので、有名人の YouTuber なんか見たときに、すごいな、この人、有名だからすぐに登録者1万人いっちゃうよ、なんて思うことがあるんですけれども、それでもですね、私の方は着実にやっていくしかありません。本当に亀の歩みで一歩一歩やっていくしかありませんので、これを常に心がけながら、野村さんのこの名言を心がけながら、毎日お伝えしていきたいと思います。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。動画に対してグッド評価、または毎日この名言を配信していますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。